はい、どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。今回は7月15日リリース予定のクランフォークというゲームの体験版を遊んでいきます。ゲームは中世スコットランドを舞台にしたコロニービルディング要素とライフシミュレーター要素を兼ね備えた作品とのことです。山、森、草原に囲まれたフィールドで複数の家族が土地を切り開き、一食住を整え子供を成長させて、一族を何世代にもわたって存続させていくゲームということです。体験版は日本語に対応していませんが、製品版は日本語対応です。翻訳はピコットという翻訳支援ツールを使わせていただきます。それではやっていきましょう。ユーキン、ワールドセッティング、ワールドを作るんですね。レイク、ああ、いらわんいましょうか。はい、ビルディングワールドかな、作りました。はい、これがワールドみたいですね。プラン、家族を作りましょうということですね。ビルディングクラン。フレッシュスタート。レコメンド。これが、用意されてる家族ってことですね。クリアもありますね。あ、自分で作れるみたいです。うん。年齢を活かせることができると。ちょっと待って。はい。男の子を作った。年齢活かせる。パートナー、アドパートナー、コスト250。あ、コストとか、あ、これか。お金あるんですね。あ、これで結婚できましたね。はい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 。ちょっと待てよ。一世帯やったら、子供できても、なんていうんかな。同じ血縁同士になってしまいますね。もう一個作られへんのかな。あ、作れた。で、結婚させたいんですね。そうですね。はい。あ、子供を作っとくか。男の子と女の子を作っといたら、結構このお二人は結婚できますね。はい。歳活かしとこうか。あ、これで、多分、作業が、赤ちゃんのままやったら何もできないと思うんで、行きましょう。これでいっか。とりあえず、スタートクランかな。あ、行きましたね。はい。クランフォークへようこそ。クランフォークは慎重な準備がなければ生き残れません。簡単なチュートリアルでチャンスを増やすことができます。はい。アラートっていうのはこれか。カメラチュートリアル。はいはいはい。右クリックで、これね。で、クリック、フォーククラン。このクランのフェローボタンをクリック、選択してください。これね。はい。これでこの人を選択したってことですね。ちょっと名前山ちゃんにしとけばよかったな。まあいいや。クランフェローのボタンをもう一度クリックしてカメラを中央に寄せる。なるほど。この人物の中央ボタンということですね。クランフォークがスキルに優先順位をつけることで最初に何をしようとするかを制御できます。はいはいはい。こういう作業があるよということですね。これの優先度をつけれるということでしょう。嫌いとか上手があるし。多分、このニコちゃんマークがついてるのが自分の好きな作業で、これが嫌いな作業ってことでしょうね。クリックして収集、これか。ゲッターティング。ゲッターティング。あ、これで優先度上げれるってことですね。はいはいはい。このクランフェローは他の何よりも先に集まります。これ属性バーがいっぱいになるように、スキルの優先順位を変更してジョブを当てます。ビルドする必要があります。時々あなたのクランフォークを酷使する必要があるかもしれません。酷使？ワークモード。あ、なるほど。ワークモードですね。これがオーバーワーク、タイムオフ、休憩。これがノーマルで、過重労働、休憩ってことですね。はい。これが中止ですね。作業の中止。はい。ということでしょう。これでクランフェローは再び作業に戻るようにできました。これで中止して戻る。はい。了解です。右クリックで閉じると。サバイバルチュートリアル。これがアラートですね。アラートを見ましょうと。これ？クリックオブジェクトメニュー。クゾーン。ドリンクゾーン。湖からドリンクを飲みましょう。腸の不安を引き起こす可能性があります。必要なもの。海岸線。ああ、飲み水を確保しようっていうことでしょうね。海岸線って。あ、ここですね。この海岸線しか、無理と。飲み水か。あ、真ん中にしとこうかな。これ、手洗い場ってことか。ウォッシュゾーン。クリーンアップするための湖でゾーンジャンプを洗う必要なもの。海岸線。手洗い場ってことでしょう。で、スリーピングゾーン。
寝るとこ。ああ、寝るところを指定してくださいってことですね。一部のオブジェクトまたは押すことで回転できるの、マウスホイールを押したら回転できるってことですね。はい。で、まあ、6人いてんのか。真ん中に寝かしとこうか。ここじゃないと、もう平原しか、ここら辺に寝かしとこうか。ベリーがある。OK。では、ジョブ、仕事。ジョブ。あ、言ったシリからベリーですね。これ ?5 つのベリーの収集ジョブを開示します。ベリーはすぐに回転するので、一度に多く選択しないでください。ベリーはすぐ咲くっていうんかな。だから、あんまりいっぱい選択するなってことでしょ。ドラッグでいけるのかな?あ、いけそうですね。あと一個書こうか。はい。あ、いっぱいある、ベリー。これで OK かな。クローズメニュー。スペースバーで、多分スペースバーは、スペースバーを使用して一時停止と停止を切り替えると。あ、動いた。あ、ベリーを採取します。なんか書いてあるな。フランフォークはベリーを集めるのを待つ。右上では時間をスピードアップするか、I を押してスピードボタンをアクティブにすることができ。はい。それらのベリーを集めることで食料の備蓄が解き放たれました。備蓄は一箇所で資源を集めるために使用されます。備蓄メニューをクリックします。備蓄だって。食べ物を置くとこを選択するってことか。オープンエリアに小さな選択ボックスをドラッグして4つの長方形の食料備蓄を4マス使えってことか。どこに食料備蓄しよう。あ、ほんまやね。置きっぱなしですね。じゃあ、寝床の近くにしとこうか。この辺に。どうかな?これで食べ物持ってってくれるでしょうか。集めてますね。多分。来てくれるんじゃないでしょうか。配置したばかりの食料備蓄をクリックします。これか。はい。空をクリックしたら何なの?が出たね。ほとんどすべてに優先度が設定されています。優先度の高いジョブは同じスキルを使用する他のジョブより早く選択されます。食料備蓄の優先度を順位上げます。多分、食料備蓄をこう上げると、食料備蓄を優先してみんな動くってことでしょうね。これでクランフォークは距離に関係なく他の食料備蓄の前にこの食料備蓄を選択します。右下の備蓄優先度をリセットをクリックする。あ、これ。リセット、ストック、ル。あ、なるほど。これでストックが優先度6になったってことですね。はい。緊急時にそれ使えってことかな。ベリーをクリックしてこのストックパイルに追加されないようにするためストックパイルで許可されているアイテムを正確に選択することができます。ここにベリー入れるなってことでね、これで。新しい食品が発見されると、それらはストックパイルオプションに追加されます。ベリーをクリックして、このストックパイルに再び入れられるようにしてください。ベリー入れていいよ。一食十をとりあえず整えなね。備蓄も展開でき、設定を維持します。備蓄メニューをクリックする。はい。あった。これを備蓄の内側をクリックします。小さな選択ボックスがドラッグして6つの正方形に拡張しろってことか。これで拡張できるってこと?ああ、そういうことですね。6個になった。はい。次は、ワークゾーンって書いてあるな。クランフォークはより良いリソースを収集するためのツールを必要としています。ワークゾーンのロックを解除するために石や枝を収集します。さあ、そろそろ道具を作るってことかな?何か。あ、石を集めろって。これかな?これですね。はい。さあ、急げ。アンロックした、なんか。インテグ、なんとかって書いてあったね。枝。はい。これも早くリしてください。ってこと。はい、何か出ました。石と枝を集めることでワークゾーンのロックが解除されました。ワークゾーンはリソースをツールとアイテムに組み合わせることができます。クラフトできるって。あー、ワークベンチ作れってことですね。ここでいいかな?ちょうどいいよね。よいしょっか。ここの方がいいかな?あ、でも、まあいいか。はい。ワークゾーン、ワークベンチ作れます。ワークゾーン。ゾーンなんや。
あ、だから石と枝を集めて、ストーンが8と、枝が4ついるらしい。あ、できた。ちょっと、スピード早いわ。はい。これで、ストーンシックル、シックル。草やツタを収集するための石窯。より多くのものを解き放ちます。アンロックするってことですね。これで、このツールを作ったら、草やツタを収穫できるってことでしょう。はい、作ります。ピックでいいかな？ゲットストーン。ストーンを集めてストーンシックルをクリックジョブを作成します。で、あ、石がいるか。石がない。とりあえず、最初は石と枝がいいみたい。でも作ってます。兄さんが。どっちがどっちの娘かわからんよね。あ、できた。アンロック、クリアグラス。仕事を配置する別の方法はアルトクリックです。ストーンシックルはクリアグラスの仕事のロックを解除しました。海岸線のツタをクリックしてください。これ？あー、これがクリアグラスらしい。はい。もっと取らんでいいんかな。二つ取れる。よしよしよし。こうやって、だんだん新しいリソースを手に入れて、新しいものを作ってっていうことを繰り返していくんですかね。まだ火も起こしてないしね。ベリー食べてるだけですよ。やっと、ちょっと文明的に進化できた。あ、なんかできた。トラッシャーっていうのをアンロックしたよ。収穫された藁の壁。藁の屋根。その他ツールのロックを解除しました。あ、家作れるって。多分。新しいリソースを収穫して、新しいアイテムを構築すると、さらに多くの可能性が解き放たれる。右のアラートボタンをクリックしてください。これかな？オブジェクト、チュートリアル。イントロチュートリアルが間もなく終了し、クランフォークを完全に制御する準備が、短っ！チュートリアルこんだけ？ここからは自分でやってけってことかな？これからは注意が必要な時、アラートが右側に表示される。ああ、なるほどね。教えてはくれるってことか。助けが必要ない場合は、アラートを却下することもできます。冬の準備、あなたのクランフォークには食料の暖かさと避難所が必要。やべえ。冬が来たら、みんな凍死してしまうかもしれん。だって家ないもん、まだ。あ、いっぱい出てきた。はい。アイデアチュートリアル。アイデア？これ。なんか、発明的な。でしょうか。クランフォークはリソースを作成して収集することで、アイデアのロックを解除します。ロック解除のアイコンのついたボタンをクリックして、新しいものを見つけます。ほう。あ、これ？あ、これ、トラッシャーっていうのと、これを解除したってことか。この辺がまだ解除できてないってことかな。よくかかってるもんね。これは解除したってことか。クラフティングアイディア。ここにあ、クラフト材料置き場ってことかな。これですね。多分そうでしょう。じゃあクラフトの近くに配置しようか。どのぐらいいんやろ、クラフトって。この辺、6個ぐらい、買っとく？いいかな。これでいい？ここにクラフトアイテムを運んでくれるんでしょうか。あ、枝とか、置きっぱなしだったもんね。もう、枝もないし、石もない。これは何やろ？ Hey。Hey。これか、Hey。取っとこうか、Hey。Hey、Hey 取りたいんだけど。こうね、あ、いっぱい。まあ、このぐらい取っとこうか。あと、石。石はここにいっぱいある。脱穀機が必要。脱穀機必要らしい。脱穀どうやんの？道具置きっぱなしやめへん？なんか言いたそう。言いたいんやろ。解除した。次にクランフォークは刈り取られた草を処理する必要があります。画面中央の脱穀機をクリックします。はい。脱穀を使うと、種と、種やんね。ヘイシード。干し草の種を家畜の餌にやったりするらしい。とは、こっちは何でしょう。ブレックスステーブ？朝の茎はリネンを作るために使用されるらしい。まあ普通の藁やね。海岸線の脱穀機の処理草らしい。干し草かな、ちょっとわからん。はい。現在、草の一つのバッチが種と藁の処理をされていますが、材料の一定供給を維持したい場合があります。藁はクラフトによく使われるので、自動供給のショートカットをクリックしてみましょう。この歯車みたいなのかな。これで自動供給ができるっていうことか。でも草取って、リソース資源取ってこなあかんってことだよね。常に100本のストローが使用可能になるように要求します。スライド100にしろって。
はいはいはい。これで自動で材料さえあれば作ってくれるってこと。ほとんどのジョブの優先度を上げることができます。ブーストされたジョブはクランフェローのスキル順序に関係なく、他のすべてのジョブよりも先に選択されます。ブーストボタンを押してください。はい。クリマークなったよ。ブースティング。クランフェローのスキルの優先順位変更せずに、緊急事態のための、緊急ザ作れっていうことですよね。はいはい。上のプラスは、このボタン、ブループイント。ブループリント。素早く選択するためショートカット。ショートカットらしい。これはダーク攻撃に必要なスキルです。農家のクランフォークは処理のため、草の束をダーク攻撃に運びます。ダーク攻撃は構築用の藁を供給し、農業用の種子は可燃性です。一部の動物は種を食べます。目を閉じるには、なりくり。あー、ちょっと、これ、1位でし。なんか爆弾みたいなの出てんだけど、待って。これは、設定しとかなあかんかもしれませんね。よく使うスキルと得意な。苦手なのは一番下にしといた方がいいかもしれん。釜適正あるし、あげとくか。はい、こんなもんでいいかな。はい。で、これ何でしょう。ブレイクダウン、ブレイクダウン？もう爆破すんの？多くのアイテムを分解して基本コンポーネントを回復することができます。草をストローとして速度に使用するに、ようにマークすることもできます。草が脱穀に運ばれない限り、種は回復されません。クリックして、どういう意味？よし、これで、干し草はできた。次、何これ？イールトラップ。イール。イル、エル、エルトラップ？うなぎの罠。うなぎの罠が必要。うなぎ？乱獲されてない場合でも信頼できる食料源。うなぎの罠だって。どうつくの、これ。はいはい。あー、別に、藁と枝で取れるらしい。いや。うなぎ罠。うなぎは乱獲されていない場合で知らないけど、必要なのは海岸線。海岸線だって。あー、ここ、え？あー、ここに入れろってことか。うん。この辺にしとこうか。二つぐらい作っとく？あ、でも乱獲したらあかんって言ったら、まあまあ二つぐらいだったら大丈夫でしょ。大きいもんね、ほら。泡やな。てか、池やな、これ。二人で作ってある。足りひんもんは、石と枝をもうちょっと集めときましょう。なお、ファイヤークッキング。ファイヤークッキングをアンロックしたみたい。はいはいはい、できましたよ。スケジューリングチュートリアル。うなぎの罠は冬以外信頼できる食料源。画面中のうなぎの罠をクリックしてください。はい。うなぎの罠をクリックだよ。資源供給を管理する別の方法は毎日のタスクスケジュールを設定することです。ここで自動供給を使用するとあまりにも多くのうなぎを捕獲し、小さな湖を枯渇させる可能性があるため、このトラップは1日あたりの漁獲量を制限しましょう。マジか。そういうのもあるんですね。このボタンはクランフォークに作業を続行する前、翌日まで待つように指示します。明日まで待つ。このボタンは、このボタンはクランフォークにビルドQを繰り返すように指示します。クランフォークが1日2回うなぎを捕まえ、次の日を待つことを意味します。あー、なるほど。うなぎ2回捕獲しましたと。まあ、10やけど、2回、1回5なんで。で、次の日まで待てという指示ですね。2回までしかうなぎは取りませんと、1日。次の日にまた取りますと。で、これをリピートするってことです。ですね。はい。あー、優先度上がった。はい。ハンティング。これ一番上に上げとけと。そうすると、この人が、うなぎを1日2回捕獲して、食料を備蓄するっていうことでしょ。何かが足りひん、これ。フレッシュシードが足らんて。あー、これか。ファイヤークッキングを作りましょう。クッキングファイヤーは、光、暖かさ、調理済みの食料のレシピを提供します。すべての火は火花を投げるので、これらをクリアエリアに配置します。火花が飛ぶから、開けてるとこに作れっていうことでしょうね。水場の近く、なんか、まあ、この辺でいいか。この辺ちょっと草買っといた方がいいね。火花飛ぶって言ってる。あ、アンロックした。いける。ちゃうわ。ストーン、フォア、穴を掘ったり粘土を集めたり必要な石、クワ、クワ、
和です。いっぱいなんかアンロックしてる。あ、勝手に火つけよった。調理しよう。じゃあ、はい、ブロッカー、クッキングファイヤーはストックパイルブロッカーの6個解除しました。ストックパイルブロッカーはクランフォークがエリアにアイテムを落とすのを防ぐために使用できます。これらはアイテムを火花から遠ざけるのに便利です。火を消すにはクレイウォータージャグが必要です。なんかトレーラーでめっちゃ燃えてるシーンがあったんで、こういうなんで引火してなんか家燃えるみたいなことかな。ここにアイテム置くなっていうことを指定できるってことか。火の近くに置くな。もうちょっと広げとこう。どれだっけ、この辺も狩るから近づけんといてください。一緒やったらあかんのかな。はい、これでいいかな。ファイヤークックレシピーズ、クリックファイヤークック、はい、クリックしました。あ、うなぎ作れるって。あ、勝手に作らんのか。なるほどね。調理済みのうなぎのリクエストをビルドキューに追加する。調理済みのうなぎのレシピは、ジョブごとに5つの調理済みのうなぎが生成される。これもあっちゃん自動生成しとった方がいいんじゃないの？そういうことね。20作れって。でも、そんだけうなぎ取ってこなあかんやん。こんなに乱獲するなって言ってたのに。1匹で5できるってことかな？そんなことないよね。すごいやん。特殊やん。特徴？特徴やん。クックは20個も調理済みうなぎ供給を維持しようとしています。ってことやね。自動供給または毎日のスケジューリングを使用する別のイールトラップを追加すると、クックが必要とする20個のうなぎを自動的に。やっぱり、生うなぎを調理するのにも20、20いるっていうことやね。そんな取られへんよね。1日、10？ あ、10やからあれか。これで20は取れんのか。あ、もう一個作ったんか、俺。これで、タイム。ね。で、繰り返し。10の、1日1回。あ、うなぎ取れてないやん、まだでも。はい。では、富士、ローフード。あ、マッシュルーム取れるようになってる。どうなのかな？マッシュルームねえじゃん。あ、ご飯ないんか。デイオブフード、ゼロってなってる。マッシュルーム取りに行こうぜ。あ、遠いな、マッシュルーム。1個あったわ。二つありましたね。この辺にある。ほら。これちょっとキャンセルしたな。どうやってキャンセルするの？あ、キャンセルできた。ここにマッシュルームがある。もうちょっと近くにないんかな？あ、ない。あんまりマッシュルームないみたいです。あとは、ふわ、朝。あ、じゃあこれ作ろう。ふわ。またふわを作ると何かアンロックしていくんでしょう。うんちマーク出てる。トイレしたいらしい。オーバーワークチュートリアル。はいはい。さっき見たですね。オーバーワークはさせないよ。させんの？サンセットで就業日が終わりました。あー、なるほど。夕方ってことですね。就寝前に属性バーを補充しようとします。覚えておいてください。仕事が待てない場合はクランフォークは過労になる可能性があります。疲れてんねんや、もう。でもオーバーワークさせると、こっからでも仕事するっていう。洗濯、あ、ほら寝てる、もう疲れたから寝てるから何もない。なんかアンロックした。ミートロック、あー、はい、なんか出た。オールクランフォークナウスリーピング、すべてのクランフォークが今眠っています。最高の睡眠のためクランフォークは暗い静かな中暖かい部屋を必要とします。屋根のあるクランフォークは日のため眠り続けますが、あまりにも疲れているクランフォークは朝の仕事を始める前に属性を補充しようとすると寝坊するかもしれません。家作ってあげなあかんみたいね。一食10がいるなと。火はもうあるから、食と10やな。食も、そろそろうなぎが、これ、うなぎありますね。日の出。はい、クワができた。クワができたらすっごい増えてきた。とりあえず、これ休養っぽいな、うんち。あー、なるほど。恋だめを作れってことか。うんちやな。うんちやな。これが何になるかを説明することを拒否します。うんちやな作らなあかんらしい。プールホール。ちょっと離れたとこに作ろうよ。プールホールは。食べて。そうね。手洗うとこの近くがいいな。やっぱこの辺にしとこうか。草の上しか作られへんねや。ここに2つ作っとくか。男子トイレと女子トイレ。隣やってるけど。
なんかアンロックしたな。と、いや、いっぱいアンロックした。アックス、石斧の。いい木でそうですね。あとはロープかな、これ。トゥイネ。ツイン。ツインって何や。紐らしい。あ、うんち穴作ったよ。やっちゃってる？この人もしかして。ほら、バスルーム回復してんもん。女子トイレ二つになってる。湯気めっちゃ出てんねんけど。あー、なるほどね。あ、手洗わんと、そのまま、調理するんや。かなりやったね。この辺にしとこうか。はい、ということで今回はクランフォークというゲームの体験版を遊んでみました。これは永遠に遊んでいられるゲームですね。新しく素材を手に入れれば次々と作れるものが増えていくアンロック要素がアンロックフェチの私には刺さりましたね。多分もっと高度なクラフトや道具なんかはある程度個人のジョブレベルが高くないと使用できなかったりするのかもしれませんね。少しずつレベルを上げて子孫へ技術を引き継いで年代とともに文明レベルを上げていくといった感じの展開になるんでしょうかね。まあ、これはかなり面白い作品です。買うかもしれません。クランフォークは7月15日リリース予定、日本語対応の作品となっています。ご視聴ありがとうございました。皆さんは明日の良い一日でありますように次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。